2023年11月7日、5チャンネルにこんなスレが立った。クマ駆除に、殺すな、と抗議、ニュース受け急増か。電話口で号泣する人も。今年は特に多い気がするクマのニュース、早速スレを見ていこう。クマによる被害が多い東北各県に対し、駆除に抗議する電話やメールが先月頃から続いている。人身被害が全国最悪の秋田はピークの10月上旬からは減ったものの、1日数件は、なぜ殺すなど強い口調の苦情も来る。同県の佐竹のり久知事は6日の記者会見で、感情論が多い。理解を得られるよう、国が行動をとってほしいと要望した。秋田県によると、抗議が最も多かったのは、美郷町の畳店の作業小屋に10月4日朝から親子とみられる3頭が留まった直後、駆除したため、かわいそうといった電話やメールが殺到し、電話口で号泣する人もいて対応した職員の業務に支障が出た。熊の駆除は例年各地で行われているが、今年は人里での目撃や駆除が目立ち、ニュースで取り上げられる機会も多く、自治体への問い合わせが急増した可能性がある。かわいそう、こいつら一回本物見てこいよ。熊もんやリラックマなんかと、勘違いしてんじゃねえの。住所聞いて捕獲した熊を送ってやれ、泣いて喜ぶだろ。あなたが引き取るなら、といえば黙るよ。犬猫のように NPO で保護すればいいのに。業務に支障をきたしたんなら訴えろや。まさにこれ、くだらん泣き言言う方がバカ。ワイも昨日のニュースで檻に捕まった子グマを必死に守ろうとした偉い親グマを子グマごと射殺したニュースを見て思わず泣いたよ。子グマを餌に親グマ誘えるのか、いいね。無害で何の罪もない牛や豚は殺してもいいのに、殺意全開のモンスタークマを殺してはいけないという人たちってどういう人たちなん？ワーベアなの？ライカンスロープなの？ヴィーガンじゃね？電話口で号泣してきたら大笑いして、肉食うなバーカ、と言ってやればいい。家畜は管理して屠殺してるが野生動物は違う。こいつらは人間を殺したいのか。まさしくそうだと思うよ。マジで気が狂ってるから。X のポスト見ると、そういうやついっぱいやぞ。人間は死ねくらい当たり前。犬や猫、人間に害を及ぼさないのにどれほど殺処分されているんだ。自分たちに害がないからクマはかわいそう。犬猫は害があるから害獣。電話してる人とはそんな感じだろ。年間2から3人殺してる熊の駆除が許されるなら年間2から3000人殺してる自動車にテロしても許されるな。ことそうを比べて何言ってんだ？頭足りなすぎだろ。名前を公開していいよ。苦情はすべて録音して公表すればいいよな。熊一頭を救うために1万円からの寄付を集めていますってご協力くださいって言ってやれ。名案ですな。これでいいだろ。クジラは友達殺すなで外人は気違いだなぁと思ったけど、日本人も変わらんなぁ。感情論をバカにして寄り添わないその態度はなんなん。バカにはきちんとバカって言ってあげないとかわいそうだろ。クマ以上に危険なスズメバチを駆除しても、誰も文句を言わない。蜂だって生き物だぞ。たかが蜂の10分の1しか人を殺してないクマごときにヒステリーになるバカ国民。クマに会ったらお前らどうするの？逃げる一択やろ。逃げると襲われるらしい。増えすぎた人間が悪いんだろ。江戸時代では共存共栄できてたのに。地球の害虫とかしてるもんな、人間は。要害虫。俺は益虫。豚肉に加工するのに豚を殺すし、寿司を食うにも魚を殺さなきゃいかんわけだから、熊鍋を食うのに熊を殺すのは問題ない。要は、殺したらその後食えばいい。それで全て解決。家畜は屠殺失敗しないけど、狩猟だと手傷を負わせて狩りそびれることがよくある。そういう哺乳類への配慮のないムーブは土人的。スタンニングは 3% くらい失敗するけどな。熊は古代から日本の神だった。その証拠に神の語源は熊から来てる。神を殺すとかいう罰当たりな行為を慎まない傲慢な人間にはそのうち神罰が下る。神罰なんてものを信じるから統一教会やら汚れしそう。果ては部落差別が生まれんだよ。人里うろつく熊はガンガン殺処分で問題ない。わかった熊里うろつく人はガンガン殺すわ。人里なら別に熊を殺処分で問題ないでしょ。熊殺さないでいの人はナウシカ好きそう。自分のことは熊めずる姫みたいに思ってて本気で熊とお話できると思ってそう。キモわら人形論法こそ気持ち悪い今すぐこの場でじ、しろ。熊、3000頭、人、1億2500万人。熊の方が大切。田舎者の生活のために熊の命を危険にさらすのは間違ってる。田舎住みの数と都会住みの数で比較すれば田舎住みの方が大切。なぜ熊が出るような自然豊かな場所に人間が入り込むんだ？熊の方から会いに来てる。いちいち駆除をわざわざ全国で放送するな。ローカルやブロック単位でいいよ。空気読めよ。報道するなら捕獲したところまでとかにするとか。本当だよね。それかアメリカみたいに神妙に安楽死させましたと報道したら印象違うと思うな。駆除イコール害獣。害があるのは当事者だけだから全国向けの報道用語として適切ではないのかも。熊の数は少なく絶滅しかねないのに、日本の貴重な自然を守れ。お前が里山に住んで熊の侵入を阻止しろ。
さすがにこのレベルだと、ただのアタオカだから、何言っても無理なんだよな。一応こういうのは我に対義ありで後ろ盾を得た気分でやってるから逮捕者出れば一気に沈静化するよ。パンダ鍋食いてえ、うまそうだよな、パンダ。昔はともかく、中華が国策で保護してるから、今パンダを狩猟で殺傷したら、死刑かよくて収容所送りの重罪だった気がする。いやあれ超臭そうじゃね。熊殺しまくり秋田県人、罠にかかった小熊にしつそく殺したのにはドン引きした。じゃあお前が引き取れよかす。熊も食料なんで必死なのはわかるが、この場合やむを得ず、豚や鳥同様に熊をありがたく食するのがせめてもの供養ではないかと。幸い食えるもんな熊肉は。熊を2頭殺したニュースで号泣してる奴には、今年はもう4000頭以上殺したよって言って笑い飛ばせばいい。なお、1年間の豚の屠殺数は1644万頭、今こうしてる間もバンバン殺してるわけだが、内緒にしておいた方がいいな、そっとするから。獅子鍋でも熊鍋でも昔はカッペの貴重な栄養源だったんだから、何でも鍋にしてぶち込んでおけばいい。食べれば許されるという考えが人間側のエゴ、動物は、食べてくれるなら殺していいよ、なんて思ってない。人命より熊の命が大事なのか、狂ってるな。当たり前だろ、他人のどうでもいい命よりかけがえのない、自然である絶滅危惧種の熊の命の方が大事だよ。熊だって鶏や生地殺してるぞ。1メートルぐらいの熊でも顔殴られたら顔取れちゃうんだぞ。顔は元に戻らねえんだわ。人には熊に近寄らないという選択ができる。不用意に車道に出て車に惹かれては見えてる人にはなりたくない。X で熊擁護してる父がいの赤を掘ったら見事に反枠、反マスクだったわ。安全地帯から独善的なことはめきまくってるクズで行動パターン似てるなと思ったら案の定だよ。マスクに関しては外見コンプでしてる奴が大半だから別に意味はない。つーか、お前まだマスクしてんのか？ブス隠しって周囲からバレてんだからいい加減見苦しいぞ。森の熊さん、プーさん、リラックマ、クマモン、日本人はクマが大好きだからな。クマを殺してると、クマ好きの奴に職員が殺されるで。人が死んでるのに、そういうのは無視して、自分の動物への気持ちを優先するのは、勝手に思ってるだけなら、まだいいが、SNS や電話で自己主張するのは頭が狂ってる。SNS ができてから、こういうのが増えた、エコーチェンバーで自分が正しいと思い込むのだろう。目立つけど、頭の悪い少数が騒いでるだけ、反ワクチンと同じ。いいぞもっと言え、ワクチン推進派が絶滅危惧種のクマを殺そうとしてるという陰謀論を流行らせろ。クマはうまいのか？あんまうまくない。Z 世代、女、子供が古臭い高齢者の価値観にうんざりしている、クマを害獣処理するのはあまりに昭和。増えた個体に昭和も何もない。悲しいけどこれ戦争なのよね。ほんとそれな、まさしく人間世界でいうところの戦時だよな。平時のモラルなどクマに通じるわけないから。秋田県知事の言う通りガチャ切りで OK。ガチャ切りしても非通知で連続してかけてくるんだよな。吐いて捨てるほどいる山菜鳥ババアの命より絶滅危惧種の命の方が大事だろ。東北北海道はもうクマ増えすぎ、飽和してるだろうから、増やしたけや関東、関西、九州などでやれば。九州もハンターが戦前にせっせと漁してた記録はあるんですよ。ああ関東人、関西人、九州人を敵に回しちゃたなくさ。人類にとって不要だから駆除、これは優生思想と同じ。ほんとこれ、クマを殺そうとしてる野蛮な人間は、知能が劣っているから駆除すべき。怖っ。クマも一つの命、ゴキブリも一つの命、ヘビも一つの命、そんなにクマの命が大だと思うなら、当然ゴキブリは殺してないよな。当然、大地によるアリさんを踏まないよう歩いているんだろう。もちろん、車で走行中も、虫には当たったりしてないよな。それを言っちゃ人間も一つの命だと。これはスタジオジブリが全部悪い。ナウシカがあの妙竹林な猫に噛まれても、愛情を持って接したら懐くシーンと釜に受けてる婦女子が電話してるんだと思う。クマに手を噛まれて、ほら、怖くない、と言えたら認めてやる。昔大日本プロレスっていうプロレス団体が、クマ VS プロレスラーという企画を発表したら、動物愛護団体からクレームの電話が止まなくなって、結局そのクマ VS プロレスラーの試合は中止したんだが、中止したにもかかわらず、まだ、抗議の電話が続いていたらしい。藤原組長と牙や爪を抜かれた月のワグマが試合してたこともあったな。女性のクレーマーだから難しいんだよ。これがおっさん相手なら威力業務妨害で警察に突き出せるけどね。女性優遇のご時世だから女さん相手だと、下手すらハラスメント案件になるから対応も腰が引けてしまう。基本は男女平等だよ。古臭すぎる、どうしても腕力、体力差や体格差、生殖能力などに違いはあるけどな。繰り返し上ごとみたいに電話し続けてるようなのは逮捕の上、精神鑑定に回して、何県の女性らかぐらい世に広めるべきでは、なんならその人らの自治体に、熊送りつけたらいるか、聞いてみたらいい。古臭いよな、SNS で熊ちゃんかわいそうと背負ってる女さん相手に、君の男らしいツイートをぶつけてやれ、頑張れよ。なんで人は殺しちゃダメで熊は殺していいんだ？感情論抜きで説明できる人いる？
人は人にとって住みやすい世界を構築するために動物の命を奪って食物や衣類などに変えているんだ。人間社会で生活する以上抗議している人たちも当然その恩恵を受けている。危険な動物からも身を守られている。それなのに人に害を及ぼす動物を駆除することを妨害するのは人の秩序を乱す行いなので批判されるんだよ。なるほど、その結果人という害獣が増えまくり人が住みにくい世界になってるわけだな。ちょっと何言ってるかわからないけど、人を害してはいけないのは自分を守るためでもあるんだよ。人を害しても罰されない世界では自分の身も危うくなってしまうからね。人間が動物に殺されたことはスルーして、そこ抗議するわけ？アホか。殺そうとしてるのは人間、熊は自衛しただけ。違うでしょ。市街地にまで現れてるでしょ。現実見なよこじらせ独身くん。しかも若くなさそう。港区や23区内で熊に殺された人なんていないでしょ。もっと勉強しなよ。あんたバカすぎ。東京の話してない。でも東京でも出たらしいじゃん。人間の生活を脅かす畜生はいらない。こじらせ独身やろ。しかも若くなさそう。自然に生かされてることを忘れ、自然を恐れ敬うことを忘れ、自然を舐め腐ってる傲慢な現代人への戒めとして必要な犠牲だから。熊は殺すべきではない。熊を殺しても解決にはならない。自然からその何倍もしっぺ返しを食らうだけ。ミストって映画の中で人間が危機に陥ってる時にスーパーマーケットをさらに混乱させる宗教おばさんみたい。宗教おばさんを否定して賢い気になって心中しようとしたバカがお前な。すぐ死ぬもぶえ。で、どんな理由があって熊を殺してるんだ？人間が被害を受けたからか？それなら俺に加害した奴は相手が人であっても殺しても正当な理由になるのか？熊が人間を襲うから、襲わないように熊に言っといてくれよ。実際問題こういう行動を取る人って本当に人間より動物の命優先なんだよ。愛護系の人は顔を出して活動してる人は表だってははっきりと言わないけど顔が見えない掲示板とかでは本性が出てる。性格最悪見にくい人間より動物の方が可愛いからそっち守れって。動物か人間どちらかでなく両方守ればいい。人任せじゃなく自分でおやんなさい。抗議電話の先導？抗議電話では何も解決せんが？では何をすれば解決するの？自分で考える頭もないの？ないので教えてください。お願いいたします。答えたらお前はその通りにするの？しないなら答えない。なんだそれ。熊肉は臭いとか聞くがそんなにすごいのかいな。一口だけ試食してみたい。一度味噌煮込みを食べさせてもらった。ちゃんとしたジビエ料理人のとかじゃなく素人料理だけど臭みはそんなに感じなかった。硬かったけど。意識改革。考え方を改めないと対応しきれんぜ。電話が突然殴るかよ。感情論が多い。感情に訴えてくるのはバカの常套手段だろが、良くも悪くも行政側の職員が、バカの意見を、聞いてしまう、耳を傾けてしまう、親身になってしまうのが問題なわけよ。これ以上は話になりませんので、電話を切らせていただきますくらいの対応を身につけろ。役所の場合回線が一本になっているんじゃないのかね？単にクレーム受付先みたいなのがないとか。クレーマーから電話がかかってきたら、別のクレーマーからかかってきた電話の受話器同士をくっつけて話し相手になってもらおう。人の命と熊の命、同じ命に重さや価値の違いなんてあるの？虫と人ではどうだ？病原菌と人では？どこから、同じ生命じゃなくなるんだ？当然、人にとっちゃ人の命が一番大事なんだよ。総務省が全て悪い。熊さんも被害者なんだぞ。アホなクレームは犯罪にしないとだよ。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、1時間、10分、31秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。